今週のロストソング。このコーナーではロストソングにまつわる情報や裏話、こぼれ話をお届けしていきます。今回はポニーのキャラクターについてです。はい、まず千秋さんからポニーはどんなキャラなのか紹介してもらえますでしょうか。はい、ポニーグッドライト、かつて王都に仕えていた宮廷吟遊詩人、はい、宮廷吟遊詩人というのは、まあなんだろう、お城で歌う人。ただ当時って歌うっていうよりは割とその喋るみたいな、口上みたいな印象らしいのね。で、面倒見の良い長身の美女だが、酒とギャンブルが好きという欠点も。婚期や年齢を指摘されるとブチ切れてしまう。かっこただし大抵は本人の勘違いと。ひどい。なんかこれだけ読むとね、ちょっと悪口みたいな感じで設定悪口かっていう話なんですけど、まあでもお話としてはまあ割と初旬というか最初の方からね、あると凛と一緒に旅をするっていう、そうですね、設定なんでね、どちらかというと、まあ、お城側ではなくてこうね、二人とこう旅をする側、そうですね、で一緒の仲間なんですけれども、はい、一緒のシーンが多い、多いよね。リンとアルからしたら本当に頼れるお姉さんっていう、ですね、だったんですけど、結構引っ張っていってくれますよね。演じていてどうでしたか？なんかこうご自身とキャラクターの共通点とか、演じやすかったとか、ここが聞いてみたい、無理だったとかあります？なんかやっぱりポニーはなんだろう、割とその自然にこうできるかなと思ったんですけど、やっぱりこう時代背景がちょっとやっぱりね、まあ、どこかっていうよりは中世ヨーロッパっぽいじゃないですか、雰囲気的に。現代ではないですね。そう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 、やっぱりそうなってくるとなんかこう私が酔っ払ってなんかいろいろ言ってるとかそういうことじゃないんだろうなって思いながら、割とその深みを出していくのがこうどうだろうな、まあでも楽しくね、こう思った通りにパーッと演じさせていただいて、それが割と OK だったりした場面もあったので、そこの辺はすごい、あ、なんかオンエアが楽しみだなって感じですね。これ OK 出していただいたけどどうかなとか、っていう風には思いますけどね。その懐の深さはどこから来てるんですか？いや、本当にお芝居をしてて、やっぱリンとあるから見てたからかもしれないけど、すごいさ、引っ張ってくれる時は力強いし、でもこう二人が落ち込んでる時はこう、まるでお母さんのようにこう、確かに包容力があるんですよね。そうそうそう、包み込んでくれる感じが本当にもうひしひしと感じてたので、私たちは嬉しいね。なんかそんな現場の声を聞けてあまりこんな後輩からこんな、なんだろうからお芝居のこと言われる、なんかこう千秋さんって派手でなんかわーっていうイメージがこう強いから、あんまりこうやってね芝居のことを言ってもらえることがないから。そうなんですか？意外です。そう、まあ、そこまで行かないんだろうね、私ご参拝とか言って会話がそこまで行かないのかもしれないんだけど、ちょっと私たち真面目な話しすぎかな、いやすごい、乗り込みすぎた。でも嬉しい、それがすごい逆に新鮮で今嬉しいなと思ったし、あと単純に私としては、だって子供が2人で旅をするって危ないでしょ。まあ単純にだからそういう気持ちを大事にしたかも。だってまあ一番、まあちょっと早くオンエア見て語り合いたいんだけど、皆さんとさ、2人やっぱりなんか旅をするのよ、やんごとなき事情でね。そのやんごとなきがやっぱり、やっぱ割とそのね、子供二人でね、山道を抜けてとか、なかなかで、山道が多いですね。そう。で、その山道もまあね、今回わかんないと思うけど、背景がすごい綺麗らしいんですよ。絵も見どころらしいんですよ、これ、この時って。EV にもね、そうそう、背景とか出てますけど。すごい綺麗じゃない？山道あんな。感動です。一瞬ね、山道綺麗だけれどもね、こう越えていく二人の姿を見て、放っておけるみたいな感じよ。狼いるかもしれない。そうそうそう、実際そんな感じの人ね、出てきたもんね、なんかそんなこう。まあまだ言えないですけどね、はい、まだだから詳しいけど、でも結構ね、二人が危険な目に遭ったりするときに、やっぱり唯一の大人であり、でもまあポニーにも目的とか目標があって、旅のね、まあポニーも一緒に旅をしてるんですけど、まあそこはね、おいおいね、ちょっとこれ最終回終わったらまたゲストに呼んでたっぷり話したい、語るの会、語れるとこがいっぱいありますもんね、語るの会をやりたいなって思うぐらい、ぜひやりたいです、はい、あ、監督から、ええ